M37 は、魚車座にある、三階星団。魚車座の M36、M37、M38 の三つの、三階星団の中で、最も規模が大きく、500個以上の構成からなる、星団である。集中度は縦座の M11 と同じで、大きさは、約2倍ある。明るい星の中に、ほのぼしが多く散りばめられており、昇降系でも見応えがあり、 大光景の望遠鏡になればなるほど星が多く見えてきて、どの望遠鏡でも楽しめる星団である。双眼鏡では、星雲状に見え、M36、M38 と共に視界に入る。光景10センチメートルでは、多くの星々が確認でき、ほの星も見える。1654年以前に、ジョバンニバッティスタオディエルナによって発見されているが、彼の発見は世に知られなかった。 キオムルジャンティは1749年に同じ業者座にある M36 と M38 を発見しているが、より規模が大きく目立つ M37 は見逃している。その後、1764年9月2日にシャルル・メシエが独立して発見したため、オディエルナの業績が再評価されるまで発見者はメシエとされていた。メシエは M36 にやや先行する。 小さな星が並んで集まり接近し、星雲状のものを包んでいる。3.5フィートの望遠鏡では、星は見られないと記している。ありがとうございます。